皆さんこんにちは、ミクです。今ここは我が家のクローゼットです。我が家にはこういうウォークインクローゼットみたいな小さなお部屋が一つあって、そこにこういう風にお洋服かけたりとか、あとは、生活であんまり見せたくないものを入れたりするんですけど、春が来てそろそろ模様替えしようかなって思ったんですけど、この1年間このクローゼット内何も整理してないので、ちょっとこう冬物と春物がもう混同しちゃってて、ちょっともうこれやだなっていうことで、今日はクローゼットを整理する動画です。合わせて春の模様替えと、あとは春服も最近ちょっと何点か買ったので、それもご紹介しつつ、そういう Vlog にしていきたいなと思っています。はい、今ご覧の通りこういう風に、これはもう備え付けでラックみたいなのがついてて、こっち半分が私のもので、こっちの半分が彼のものなんですけど、これ反対側にはないんですよ。ここの片側だけじゃ2人の服がもう入りきらなくなってきちゃってるので、 IKEA でラックを買って、反対側にもう1個2人分のラックを作って、春物と冬服っていう風に両側に分けていきたいなと思っています。まずは IKEA の棚を作ってから、この服たちを全部出して仕分けていきたいと思います。ではスタートです。待って、一緒にやろう。IKEA で2人分のラックを買ったんですけど、これがラックの材料ですね。でそれが自分でこうカスタムできるタイプの棚で、後で説明するんですけど、ちょっとネットでオーダーして届けてもらったものと、あとはクローゼットなんか結構暗いので、そのクローゼットの中の照明だったりとか、そういうのも IKEA で買いました。こういう棚の上を照らす照明とかコードとか、あとはテープライトみたいなものも買ったので、このラックの後ろから照らしたりとか、間接照明みたいな感じでちょっとクローゼットの中を雰囲気いい感じに光らせます。あとはなんかこれはこういうテープライトとか、たくさん買った照明をここで一度につなげれるものです。これがねあると便利みたいで、これも買いました。でこの小さな箱に入ってるのが、この一度にいろんなね照明まとめたもののスイッチャー、ラックにこう入れるカゴですね。よし、で今日は彼と二人でルームメイクオーバーしていきたいと思います。はい、袋から出してみました。この名前のラックを2人分購入したんですけど、さっき紹介したクローゼットの大きさに合わせて1人2個、計4つのラックを作っていきたいと思います。はい、ちょっと見にくいんですけど、今この背の高いフレームとこの下の背の低いフレームを組み合わせると、あの真ん中の大きなラックが出来上がります。あと残り3つ作って1人2つずつ使えるようにしていきます。このできた4つのラックをクローゼットのこちらの部分に入れていきます。
成。棚入れました。このね、上のここの部分にハンガーかけて、こう洋服かけて、下のこのカゴの部分にはまあ T シャツとか入れて、あとここにはデニムとかのボトムスをかけようと思ったんですけど、ちょっと低いんですよね。かがんで取る感じになるから、ちょっとこれは誤算でした。でもまあ一回使ってみます。そんな感じでのラックができました。1人2個ずつです。疲れたこのクリスマスグッズとかね、ガサッと箱に入れっぱなしになってるので、これは使ってないスーツケースに入れたいと思います。でこれからこの服たちを仕分けて、断捨離とかしながら仕分けていきたいと思います。せっかくなのでクローゼット中の服を全部出して断捨離したいと思います。まず秋冬と春夏に分けて、1年以上着てないものとか、あとは好みが変わっちゃった服とか、そういう服は手放します。まあ売ったりとか、あとはまああまりにもねボロボロだったらちょっと破棄します。あとはクリーニングに出すものとか、いるもの、いらないもの、クリーニングに出すもの、3つに仕分けていきます。ハーファンいる、これは今年使う。黒 T 結構ボロボロだ。手放す服は袋に入れます。うわ懐かしい、ラグナムーンで買ったなんか結婚式用のオールインワン、これはもう着ないかな、ちょっと何年も前なんで、これも手放します。これも使う。あ、これアーバンアウトフィッターズで買ったラルフローレンのなんかこうリメイクのトップスだ。これちょっとサイズ感があんま合わなくて全然着てないんですよね。1回しか着てない。これ手放します。可愛いんだけどね色は。あ、これアバクロのトップス、これ今年どっかで着れそうだな。これまだ1回も着てないわ。これは着よう私。あ、なんかこれは彼にプレゼントでいつか買ってもらったものですね。見て懐かしくない？懐かしいこれ何年も前に買ってもらったやつだ。これはリクリーニング出します。ジリアのトップス、これはもう夏リゾート行った時にめちゃくちゃ大活躍するので持っておきます。あ、これね、これ去年買ったやつだ。今年も履こう。これはこれね、レッドカードの太めのバギー、これ今年も着よう。でもこのミラオーウェンのこれを持っとくか。あとこれか、セオリーのネイビーのオフィスライクなボトム。うわ、こんなのあったな。ユニクロとイネスのコラボのワンピースだ、ニットワンピ。これも全然着なかったな去年。これは形いいし流行り足りないデザインだし、持っとくか一応。捨てろ遠くからなんか捨てろって声聞こえた。これめちゃくちゃ気に入ってる。これ私すっごい着てない？これ着すぎやって。これすごい気持ちいいんだって。あ、これホリスターだ。ホリスターの T シャツ、これはもう絶対いるから。何年もない5年ものぐらいの。これはね、今の時期に薄手のトップスの上に羽織ったらちょうどいいモヘアのカーディガンだ。これはね、イエナで買いました。これすごく可愛くて気に入ってます。これは最近購入した、あの伊豆旅行でも着てたんですけど、トゥモローランドで買ったワンピースです。このね、色がすっごい可愛くて、丈感がね、ちょっとあの膝上丈なんで、ちょっとね、素足で着るのは抵抗があるので、下にこうデニム履いて着たりとか、あとはこれボタンがあってこう前開くので、ブラウスワンピみたいな風にも着れるかなと思って買いました。これはもう今年もうすでに着てるんですけど、アローズで買ったリネンのジャケットです。これはね、この春の時期にすっごくちょうどいいジャケットなんですよ。アクネのデニムジャケット、これ結構何年も前から持ってるんですけど、形が良くてすごく気に入ってます。これからの時期にちょうどいいジャケットなんで着たいと思います。ブラウストップス、これも今年着ます。これからこれディーホリックで買った、ここのなんかこう袖の部分がちょっと特徴のあるニット、これ結構着てるとね、みんなから
どこで買ったのって言われること多くて結構気に入ったんですけど、さすがにちょっとねこれも何年も着ててクタクタなので、だから手放します。結構なんかディーホリックで昔服買ってて、ディーホリックの服意外となんかみんなにどこで買ったのって言われること多かったですね。懐かしい。これアローズで買ったスカートかな。これ会社員時代から持ってるスカートなんですけど、あの一番バズったモーニングルーティンで履いてたスカートです。これまだ全然綺麗だし今年も着よう。かわいい。これよしよいしょ、じゃん。あとこれ頼んでた春服が届きました。マリネッコの春の新作です。ちょっとねマリネッコのお洋服に最近ハマってるので、私はマリネッコの服じゃちょっと多くなりそうな予感。あ、やった、ノベルティのトートバッグもらいました。ピンクのロゴだ、かわいい。マリネッコで今年買った春服はスカートです。めっちゃ可愛くないですかこれ。形がすごい綺麗でデザインもすごく可愛い。ネイビーとベージュのカラーリングも大人っぽくていいし、これにね上にこうネイビーのトップスとかタンクトップとか、あのシンプルめなトップス合わせて春から夏にかけて着たいなと思って買いました。これ後でちゃんと着たいと思います。はい、仕分け終わりました。ちょっと部屋ぐちゃぐちゃなんですけど、右側が秋冬、真ん中が春夏、この左のがクリーニングに出して、あとこの奥のゴミ袋に入っているものは手放すものです。よし、これでこの後クローゼットに服をかけていくんですけど、ちょっと疲れたので一旦ちょっとスターバックスに行こうと思います。ちょっと休憩です。じゃーん。え、すごくない？間接照明でだいぶ変わるね。カフェに行く前に彼が照明をねちょっと取り付けてくれたんですけど、ラックをね4つつけた後に、これも全部 IKEA ね、これ IKEA の棚用ライトを上から照明焚いて、こうお洋服にね光が当たるようにして、クローゼットの後ろにテープライトを置いてるので天井にも光が当たるし、反対側の棚の上もテープライトを引いていて、で足元にもテープライトを置いてて、でこれは良すぎたので、なのでここのね手前にも敷きたくて、後で、ね、買ってつけたいなと思っています。でこのねここについてるこのスイッチがスマートライトって言うんでしょ、スマートホームだったかな。スイッチはついてて、本当は両サイドこれ1個で、うん、ボタン1個でいくつもりだったんだけど、こいつがもう1個ないと足りなかった。1個しか貼ってなかったから、そうまず一旦消します。うん、消えてつけるときにこっちでつける、うん、ストップの方をゆっくり流してるとスワーッと消えて、つけるときもで、まだスマートホームにしてない、こっちの反対側のテープライトはこうやってパチッと、うん、これでつけます。そんな感じで IKEA の照明は結構優秀で、棚も作ったことによってちょっとホテルライクな感じになりました。ちなみに、うん、これ一回全部消してみて。全部、うん、両方して、もともとはあ、そう、元々これだったよ。これだったの。昔の蛍光灯でちょっとこれだとね気分が上がらないんですけど、うん、これにするだけで全然違うよね、うん、明るさも全然違う。ここに大きな鏡も置いて、ここでこうお洋服選ぶみたいな感じにしたいと思います。なので今から鏡を置いて、そして私のこのスペースにこっちに春物、春夏物で、こっちに秋冬物を入れていきたいと思います。Blue eyed baby from the Midwest.
ここに、スカートとジャケットをかけていきたいと思います。でちなみにスカート用のハンガーは、Amazon で購入しました。ここが一番口コミがたくさんあったやつ。でこの手前にジャケットをかけます。でめっちゃいいじゃん。問題が発生しました。ここのハンガーラックのところにワンピースをかけようと思ったんですけど、こういう丈の短いワンピースならぴったり入るんですけど、巻き丈ワンピースになっちゃうとこの下のフレームにまで届いちゃうんですよ。でこの下のフレームの部分にはこのハンガーラックつけてて、こんな感じでこのデニムをねかけたいんですよ。でそうなってくるとここデニムかけれなくなっちゃうじゃないですか。なのでこのワンピース本当はこちら側に置きたかったんですけど、ちょっとこの畳んでも大丈夫な、コートは畳んで衣装ケースの中にしまって、ワンピースをねこっち側にかけていこうかなって思います。ワンピース置きました。こっちのね端の方にはちょっと畳むとシワになりそうなコートを置いて、あとは、このスペースにワンピース置きました。こう見たら私あんまりワンピース持ってないんだなって思いました。しかも緑ばっかり持ってる。はい、このラックには、今の時期に多分着るだろうなっていう服を入れていきます。半袖ニットとかちょっと寒い日用の軽めのニットとか、そういうのを色別で入れていきます。このねポロのスウェットとかグレーゾーン、ボーラリーのトップスとかね、こういうの入れます。いい感じ。 OK。でこの下にデニム類をハンガーにかけて吊るしていきたいと思います。このねズボンハンガーは Amazon で買ったんですけど、このね今お洋服に使ってるこのハンガー、これがケユカっていうブランドのハンガーなんですけど、それと同じブランドではないんですが、ちょっと似てるタイプのもので揃えていきたいと思います。服は全部入れ終わって、デニムの後にこのカゴのところに T シャツとか入れてるんですけど、それはまた後で紹介します。そして、バッグですね。バッグを収納していきます。まずこの、ね、無印のネクタイスカーフハンガーみたいな名前だったかな、これが結構便利で、これにトートバッグ類をかけていきたいと思います。でこのハンガーはここにかけようと思うんですけど、トートバッグいっぱい持ってるので一軍のものだけここにかけたいと思います。まずねこのめちゃくちゃ使いやすいこのザラのトートバッグと、あとは最近マリメッコのトートバッグめちゃくちゃ使ってて、黒とベージュと今回スカート買った時に、入ってたピンクのこのトートバッグを、かけたいと思います。でそしてステラ・マッカートニーのファラベラミニトートかな、これもねめちゃくちゃ使うのでこのハンガーの一番手前にかけたいと思います。でこれをこのスカートがかかってるラックのところにかけて、まっすぐ取れるようにしたいと思います。そしてもう一つ、このスカーフハンガーあるので、ここには、使用頻度の低い肩掛け用のバッグをかけていきたいと思います。夏用のトート、これザラのと、あとこれはジャーナルスタンダードで買ったかな、このカゴ系のトートバッグとステラの大きめのこの青のファラベラをかけたいと思います。こんな感じ。衣装ケースの奥に吊るしたいと思います。そしてこの大きな、ラコステのトートバッグと、あとは使用頻度があまり高くないこちらのバッグはこの棚の上に置いていきます。
で、そしてよく使う小さめのミニバッグ、こちらはこの衣装ケースの上に置いてパッと取れるようにしたいと思います。で、これが最近よく使ってるんですけど、これはもうね、去年から持ってるんですけど、ずっと使ってなくて、このロエベのね、肩掛けするタイプのこのポシェット、ちょっと外出るときにめちゃくちゃ使えるので、今年ね、たくさん使おうと思うんですけど、白っていうのもね、春らしくってめちゃくちゃちょうどいいです。これもここに置きます。はい、クローゼット整理し終わりました。簡単に説明していきたいと思います。まず入ってすぐ手前が、彼のスペースです。で、この後リビングルームとベッドルームもかなり模様替えする予定なので、模様替えした後にちょっとこの箱は他の部屋に移そうと思ってるんですけど、今一時的に箱を置いてます。で、真ん中にリビングにもともとあった全身鏡を持ってきてます。そしてこの2つのラックが私のスペースです。こっちにこれからの季節の洋服たちを入れてます。ここがね、トップスブラウス類、ちょっと寒い時用の薄手のニットとかカーディガン、そういうのをかけていて、で、そして隣右半分がスカート類、左半分が春に着るようなちょっと薄手のジャケットとか軽めのね、ダウンとか、ちょうど今の時期に着るようなジャケットをかけています。その隣には今一番使ってるこの小さなね、ミニバッグとか、あとはトートバッグ類をかけてます。で、そしてこの下のカゴの部分ですね、1段目はこういうトートバッグとかあるからほとんど何も入れてません。デニム用のベルトぐらい。そして2段目は T シャツとかですね、春から夏にかけて、着るような T シャツを入れてます。そしてその下、こちらはですね、まあ着用頻度の低い、ニットやパイル地のパーカーを入れてます。一番下の段は、まあ、夏用のトップスですね、ノースリーブとか、まだ今の時期には全然着ないよっていうような、夏用のトップスをここに入れてます。で、そしてその隣、デニムをこのようにハンガーを使って吊るしています。そして反対側、ここのスペースにはコート、ちょっとシワがついたら困るようなコートを置いていて、そしてその隣、こちらにはワンピースをかけています。で、その上、この上の段には大きめのバッグとか、使用頻度がそこまで高くないバッグ、夏用のハットとか置いてて、そして結構私ね、普段キャップ被ること多くて、キャップとかバケハはスカート用のハンガー使ってキャップをつけて吊るしています。よく使うミニバッグは衣装ケースの上に置いて、使用頻度が少なめのトートバッグ類はこの衣装ケースと壁の間に置いています。で、そしてこの衣装ケースの一番上には、まあ、ニット帽とか冬用の帽子を置いていて、2段目は使用頻度が低いトートバッグ、3段目は冬用のニット、ハンガーにかけれなかったコートですねを3枚ぐらい畳んで入れてます。そして一番下は、ダウンを収納しています。あとはこう最近ね、旅に行くことが多いので、大きめのスーツケースと小さなスーツケースをこちらに置いています。そんな感じでかなりいいんじゃないでしょうか。今までね、クローゼット全然何も手を加えてなくて、本当にどんどんね、物で溢れてしまっていて嫌だったんですけど、こんな風に素敵に生まれ変わったので、ちょっとこれからお洋服をね、選ぶ時間も楽しくなるんじゃないかなと思います。じゃあ今日も疲れたので寝たいと思います。おやすみなさい。
was always missing, wishing to